アリアです。オモカです。今日はおすすめアプリを一人3つ紹介していきたいと思います。はい、じゃあアリアから。はい、1位、2位、3位と紹介していきます。まず第3位。はい、第3位が B612 というアプリです。なんでなんで？カメラアプリなんですけど、モレルから。モレル担当直入ね。そう、あといろんな、まあ、なんかスノーみたいにいろんなやつができる。いいよね。はい、小顔もできるし、写りが良くなるんで。動画とかもね、いろいろなんか、はい、ブーメランとかもできるし、そういうのが。モレルから B612をおすすめします。はい、じゃあ私の第3位。私の第3位は、ウェアというアプリです。このアプリはいろんな人が投稿しているコーディネートを見ることができて、そのコーディネートを参考に自分のスタイルとかを決めて、すごい助けてもらっています。めっちゃ使えるんで、ぜひダウンロードしてください。じゃあ第2位。はい、私の第2位はフェコっていうアプリなんですけど、好きな動物の動画が見れるんです。ここでなんか子犬とか子猫とか選べるんですけど、私は一番子猫が好きなんで。あ、猫かわいい。私もね、結構好き。なんか子猫って押したら子猫のかわいい動画がいっぱい出てきてもう子猫大好きで癒されています。癒しのアプリだね。じゃあ、ももかちゃんの第2位は？私の第2位はフーディーというカメラアプリです。このフーディーっていうアプリは、名前の通り食べ物の写真を撮るときに使うアプリなんですけど、例えばなんかちらし寿司とかでもこういう写真で、最近食べる前にまず写真っていう人が多いと思うんですけど、なんかそういうので食べ物専用のカメラアプリなんで、めっちゃ美味しそうに撮れます。おすすめです。続いてアイアちゃんの第1位。私の第1位はリトルドール、マイリトルドールです。ディズニー？はい、ディズニーです。なんか自分で家とか物とかを集めて自分の部屋を作っていくんですけど、もうディズニーも大好きで。かわいい。え、何が一番お気に入りキャラクター？マリーちゃん。好きですもんね、さっき。ももかちゃんの第1位は？第1位はタイムツリーっていうアプリで、この LINE の隣にあるアプリです。このアプリは人とスケジュール帳を共有できるっていうアプリで、私は家族とスケジュールを共有していつでも見られるようにしていて、なんか予定が入った時はこれを見れば何でも分かるっていうやつで、すごく便利で、何かあるとお母さんにこれを見なさいって言われます。すっごいおすすめです。便利だね。うん、それで3つのアプリを紹介しました。2人合わせて6個おすすめなので、ぜひよかったらダウンロードしてみてください。はい、もしこの動画がよかったらチャンネル登録。興奮。